趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣、後藤茂之君。ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を説明いたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用に大きな影響を与える中、雇用の安定と就業の促進を図ることが重要な課題となっています。また雇用保険財政の安定運営を図るため、その費用負担について所要の措置を講ずるなどの必要があります。こうした状況を踏まえ、失業等給付の特例の継続、求人メディア等のマッチング機能の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずるとともに、雇用保険について保険料率の暫定的な引き下げ、機動的な国庫負担の仕組みの導入等を行うため、この法律案を提出いたしました。以下この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第一に、雇用保険制度における失業等給付について、雇い止めによる離職者等にかかる基本手当の給付日数の特例及び教育訓練支援給付金制度等を継続するほか、離職後に事業を開始した者にかかる基本手当の受給期間の特例を創設するとともに、公共職業安定助長が受講を支持する公共職業訓練等の対象に、求職者支援制度に基づく訓練を追加することとしています。第2に、職業安定法における募集情報等提供事業について、その機能強化と事業運営の適正化を図るため、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供事業にかかる届出制の創設や、募集情報等提供事業を行う者に対する求人等に関する情報の的確な表示等の義務付けを行うとともに、必要な指導監督規定の整備等を行うこととしています。第3に、職業能力の開発及び向上の促進のため、地域の実情に応じた取り組みが適切かつ効果的に実施されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組織する仕組みの創設等を行うこととしています。第4に、雇用保険財政について、令和4年度の保険料率を激変緩和のため引き下げるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じ、失業等給付にかかる国庫負担を機動的に行える仕組みを導入するなどの措置を講ずることとしています。加えて、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国庫負担の特例措置を継続するとともに、積立金から雇用安定事業費に充てるために借り得た金額について、一定の範囲内で返済の猶予を可能とするなどの措置を講ずることとしています。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和4年4月1日としています。以上がこの法律案の趣旨でございます。ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。伊坂信彦。